平成、佐賀らニュータウン。平成、相賀ニュータウン。平城、相楽ニュータウンは、日本住宅公団関西支社発の大規模住宅地として、奈良山丘陵に開発された住宅都市。暮らしに必要な住宅団地や商業施設、学校の建設をはじめ、公園、緑地、歩行者専用道路等も整備され、快適に暮らすためのあらゆる都市機能を備えている。 また、国家プロジェクト、関西文化学術研究都市の重環境拠点でもあり、単に人が快適に住めるだけでなく、文化、学術、研究の中心になるのにふさわしい町を目指している。なお、ニュータウンは、府県境を挟んで、奈良県側の平城地区と京都府側の相良地区に分かれており、両地区を合わせて、平勢、相良ニュータウンと呼ぶ。大阪市から東に、 約2 7トル、京都市から南方に、約 29km、奈良市旧市街地から北西約 5.5km に、一市、奈良市側は、東西約 3.5km、南北約 1.0km、京都府側は、東西約 2.5km、南北約 1.0km にわたる。古くから奈良山と呼ばれた平城系の青垣を成す、丘陵地であったが、 奈良市域では1955年、昭和30年の奈良県新総合開発計画で住宅地されたことを受けて、近畿日本鉄道や京阪電気鉄道などが用地買収し、京都府域でも近畿日本鉄道が買収していた。一方、日本住宅公団は近畿県基本整備計画において、奈良盆地北部の新規宅地面が約1000ヘクタールと予定され、 さらに公的機関による大規模な市街地開発に重点を置く方向であったことなどを受け大阪から約 30km 圏内でありすでに近鉄京都線が整備されていた奈良山丘陵にニュタウンを計画日本住宅公団が用地を大手私鉄から引き続き開発を行ったしかし京都府の南山城地域はすでに学園前などの 開発が進んでいた奈良市とは違い、まだ都市化が進んでいなかったため広域計画、都市計画から始める必要があったが、京都府側の開発への意識が低いことや、ニュータウンの南西部を除く大部分が山田川流域に属し、行政界と分水会が異なっていることが影響し、京都府側の相良地区は開発条件の調整に多くの時間要することとなる。 奈良県側の平城地区は、1965年、昭和40年12月に、公団法第34条に基づいて、住宅建設計画と宅地造成計画について、奈良県側の知事、市長への意見聴取が行われ、1968年、昭和43年12月に、土地区画整理事業の計画、区域が決定。 1970年昭和45年4月に、公団法第36条協議に基づいて、施行規定、事業計画を定めるため再び、奈良県側の知事、市長への委長書が行われ、同年10月に平常都地区画整理事業の認可を受けた。一方、相良地区も同様に1966年昭和41年9月に、 公団法34条に基づいて住宅建設計画と宅地造成計画について京都府側の知事市長に対して意見聴取が行われたが同年11月に京都府は再協議を求めその後も日本住宅公団は河川改修計画等の説明協議、地区公共下水道計画の要望を行ったが平常地区の宅地再建用地の引き渡し期限や 公団賃貸住宅用地の引き渡しなどが近づき、日本住宅公団は、木津町と協議を重ねた上で1970年、昭和45年3月に覚書を締結して、そのことを京都府に告げし、平城地区の造成工事に着手した。造成工事に着手できたことで、日本住宅公団は、京都府側との話し合いはついたと考えたが、実際は、 奈良市川が開発が進むのとは、対照的に京都府側との話し合いは進展しなくなる。これは、公害を恐れて下水の完全処理を要求した周辺住民に対して、日本住宅公団が十分な解決策を示さなかったため、京都府が慎重な立場を取ったためである。日本住宅公団は、農業用水を得るための井戸を掘り、京都大学工学部、 平岡正勝教授の指導の下、超高級処理場を奈良市に建設するなどしたが、汚染処理水の放流や渋谷川の改修について、同意は得られ、木津町が汚水処理水の放流を黙認する形で、平城地区の入居開始が1972年、昭和47年11月に行われた。しかしながら、地元から排水同意問題の解決を求められていた木津町。 当局もそれ以降は非住宅公団との話し合いで消極的な対応をするようになり、さらに1973年、昭和48年の聖火町長長選挙での清掃の混乱も影響して、山、松川、鹿川、山田川関連の河川改修の話し合いが進まず、佐原地区だけでなく、平城地区の開発もそれ以降進むことはなかった。そうした中、百七十二年、 昭和47年10月に、日本住宅公団、南部哲也総裁と、蜷川虎造京都府知事が、トップ会談を行い、京都府が開発に協力する意思を表明。だが、地元の開発への同意がないことには話し合いに、出席しないとの立場に変わりはなく、日本住宅公団は、地元との交渉に入ったが、平常地区を先行して造成したことの地元民や、 木津町当局の不信感は根強く、交渉は混乱を喫した。その後、日本住宅公団は1974年、昭和49年5月に人用を新しくして、問題点の洗い出しと対処策、問題点の切り離しなどを行った上で、京都府、建設省と打ち合わせながら、木津町、聖火町両町へ、調整工作などを行い、木津町、 成果庁の開発への姿勢を確認した京都府は、関係する各課と慎重に検討を重ねて1974年、昭和49年9月に都市計画審議会で審議をし、翌月に、相良都市計画都地区画整理事業が成立。平常地区でも事業が遅れていることから、施行期間を延長するため、第1回事業計画変更認可の手続きが進められ、1975年、 昭和50年12月に認可された。そして、汚染処理水の問題は、汚水処理水の放流を1975年、昭和50年2月に、地元が同意し、解決。1977年、昭和52年8月に、京都府、奈良市と日本住宅公団が、河川改修工事の施行方法、施行分担などを定めた覚書を交換した。 山松川への放流同意が得られたことで、平城地区の近鉄京都線東側での大規模な造成工事が開始。相原地区でも1976年、昭和51年5月に、日本住宅公団南部総裁が、荷川京都府知事に、事業促進について、協力を要請したのを契機に1976年、は51年5月に、日本住宅公団と、傷町が、同年7月に、 日本住宅公団と生活庁が開発に関する基本、協定を締結し、公団法36条協議を開始。1978年、昭和53年3月に、相良都市計画事業相良土地区画事業が認可され、1986年、昭和61年4月に入居が開始された。百八十七年、昭和十二年十月には、 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に編入され、住宅都市としての整備と合わせて、生活関連の文化学術研究施設の集積立地、都市的サービス施設等の整備を推進している。当初は住宅地区に指定される予定だったが、地元からの研究地区への昇格を望む声を受け、ハイタッチリサーチパーク構想などが考慮されての編入あった。 文化学術研究地区に指定されたことで、相良地区では、計画住宅用地が、学研施設用地に変更されて、ハイタッチリサーチパークが誘致され、平城地区でも奈良山研究パークが作られた。なお、聖火町域は、当初から、研究施設は計画されていない。平城地区は1987年、昭和62年に、相良地区は1994年、 平成6年に開発が終了したが、その後も空いている土地での施設建設や入居は続いている。近畿圏における宅地の不足を緩和し、健全かつ良好な住環境を有する住宅が集約的に建設される宅地を開発することを目標として、勤労者のための宅地の大規模な増生と供給を行うとともに、公共施設の整備改善を図ること。 大阪総群の砂及びされき混じりの粘土層の五層からなる断球請求量に立地する。南西部以外は南から北の方へ傾斜しており、3本の稜線が南北方向に走り、その間を渋谷川と山松川が流れる。近鉄京都線高野原駅西側の造成中にはメタセコヤと南京ハゼの実が多く見つかった。 ニュータウンの大部分は山高流域に属し、鹿川や山、松川、渋谷川、長谷川から山田川へと流れるが、ニュータウン南西部約30ヘクタールは、押熊川から秋篠川を経て大和川へ流れる。幹線道路によって79に区切られており、それぞれが一小学校区となる。開発にあたっては、昭和50年度に導入された無利子措置法が適用された。なお、 昭和40年代初頭の基本計画では、奈良県側、京都府側両方を合わせて、平常ニュータウンとしており、地区公園は京都府側に、地区センターは奈良県側に、住宅地等は、府県境を変更することを前提に配置されていた。相良郡木津町と同性課町にまたがっていたことから、軍名がそのまま、地区名となった。開発にあたっては、 昭和54年度に一般土地区画整理事業補助の第一号の一つとして採択された。2000年、平成12年を境に人口が減少し始めたが、それに伴って1990年、平成2年から急増していたニュータウンでの犯罪発生件数も2000年、平成12年を境に減少している。現在の人口は2013年。 平成25年4月1日時点、入居開始以降増加を続けていたが、2000年、平成12年を境に減少傾向に転じている。開発当初、高段団地に入居する人の割合が高かったことから、奈良市旧市街地域と比較すると若い世帯が多かったが、その後若い世帯の割合は減少し、現在では、平常第2団地が立っている、右京二町では、老人世帯、 スザク第一住宅街が建っているスザク五丁目では、50から60代人口の多さが目立っている。また、世帯数の伸び悩みと、各家族化と出生率低下に伴う一世帯あたりの人数の減少が、三つの近隣センター地区計画や、公共施設の建設計画の遅れや、規模縮小をもたらし、雑草が追いしげる空き地の景観や、防犯の問題を起こした。 現在の人口は、カブト台、相良台は2013年、平成25年3月31日時点。桜が、岡は2013年、平成25年4月1日時点。入居開始以降増加を続けていたが、2008年、平成20年を境に減少傾向に転じている。歩行者専用道路に接するように、平城地区、相良地区にそれぞれ地区公園が、 地区中央部に一カ所、近隣公園が四カ所、外区公園が十0所以上配置されている。各住区に、公立小学校一校、二つの小学校区、桜が、丘のみ一つの小学校区に、公立中学校一校、二つの中学校区に、公立高校一校となっている。近鉄京都線高野原駅前に、平城地区と相良地区にまたがって、地区センターが一カ所、 地区センターがある住区以外の住区に近隣センターが一箇所ずつ設けられている。ニュータウン内に百貨店はないが、一時平城地区に近鉄百貨店が出店する計画があったこともある。和道元年に平城セントが決定された後、平城ぐの内外には直営の工場が作られたが、その中で奈良山丘料は良質の粘土が安く、樹木が燃料として利用できることから各地に、 関永瓦原工房が設けれて、窯が作られ、瓦原の大生産地となった。西から順に体にがよう、押し熊画用、三両画用、御、除去国画用、歌姫画用、静かがよう、梅谷,がよ,う梅谷がようなどがあり、西の方は、早い時期に作られた上り窯で、燃料である山林の伐採によって、東に移行するにつれて、効率の良い平洋へと変化している。多摩ニュータウンのタウンセンター。 つくば研究学園都市のタウンセンターなどと共に、景観を損ねる、電柱、配電盤の排除が検討された。その結果、例えば、相良地区では、コーナー部の鉄塔以外は、デザイン、色彩に配慮した美化鉄塔が設置された。雨水は、分流式で90%は、渋谷川、山、松川、地下川及び山田川から木津川へ、 ニュータウン南西部約44ヘクタールの10%は、押熊川、秋篠川へと放流される。汚水は以下の通り。相良地区は通過交通防止のためにクルドサック型の道路構成を導入している。高速自動車国道の最寄りインターチェンジは、西名阪自動車道の郡山 IC である。近隣にある一般国道有料道路の主な出入り口として、 第二半那道路、国道308号有料道路の蓬来ランプ及び、京奈和自動車道の山田川 IC、木津 IC がある。ニュータウンに接する一般国道として、国道24号ならバイパス、国道163号がある。平城地区、相原地区を合わせて、延長 8.7km、福井4から 15m、近鉄京都線高野原駅前の地区センターを確認。 車道と立体交差する放射型変形ネットワークが形成され、小中学校や近隣センターなどへも歩行者、専用道路を利用することが想定されている。木々に沿って道路の両側には住宅や施設があるが、これは昔ながらの立花し市のたまり場、幼少時の遊び場、そぞろ歩きなどの目的にかなうものにしようと意図して設計されたものである。ちなみに、 平城地区に設置されたものは、奈良市長が提案、日本住宅公団総裁に直接要望したもので、それ以前にも久留米団地や高蔵寺、ニュータウンに小規模なものがあったが、大規模なものは平城地区が初めてであった。近鉄京都線高野原駅周辺は自転車、放置禁止区域に指定されているため、4つの駐輪場が設置されている。2005年、 平成17年の道路法施行令の改正により、道路上に駐輪場が設置可能になったため、奈良市内で初めて設置された路上駐輪場。設置前の高野原駅周辺には絶えず350から400台の違法駐輪があり、撤去台数も1ヶ月に平均で約114台に上ったが、設置後の半年間は、同、約26台に大きく減少した。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。